皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ストレイキッズのヒョンジンが挑発になった理由を明かした。21日に韓国で放送された JTBC バラエティ番組、知ってるお兄さんにはストレイキッズがゲスト出演した。この日、ヒョンジンは自身の挑発について、初めて伸ばしたきっかけは、ユニークでありたいと思い、挑発にしてみようと思ったから。当時は挑発の人があまりいなかった。 僕がやってみようと思ってやってみたら、それから3、4年間キープしていると語った。最初は、ストレイキッズの中で、僕だけが挑発だったというヒョンジンは、フィリックスが突然髪を伸ばした時の気分はどうだったかという質問に、彼と僕とは雰囲気が違うと答え、笑いを誘った。フィリックスは挑発になったことで、デメリットも多いとし、髪を乾かす時間が7分以上かかり、 食事の時間を超えてしまうととろした。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。